まあこの靴を4月から履き始めて、やっぱりまあコースサーフェス的にも体育館もやりましたし、オムニコートハードコートも実際に履いて、そのまあ大会なり練習なりっていうのを行ったんですけど、やっぱりなんだろう、やっぱスピードがすごくトップ選手とやると速いで、その分動き出しの一歩目のとこではすごく僕はこれはすごく本当心強いというか、自分が思っている通りの一歩目を踏み出しができて、それが本当プレーに対してすごくスピードのあるプレーができてるなって思いますし、もちろんその一歩目が速いだけではなくて、それに対する切り返しもすごく自分自身前衛としてすごく重要にしている部分であって、その戻りの速さ、その自分が自分の足から伝わるパワーっていうのを他に外に逃がすことなく、自分の切り返しのパワーに本当に当てられているので、そこは本当にすごくプレーに対してすごく本当に効率よくというか、無駄なくパフォーマンスに直結できている靴なのかなと僕は思います。まあ、本当に感覚的な話なんですけど、やっぱり横 その切り返しの動きだったりという時にのロスタイムというか、足元 そのズレだったりとか、なんかもうちょっとレスポンス早くしてほしいなというところが結構前からあったんですけど、それが非常に良くなったというのを感じれるので、またあとは、まあ、そのきついトレーニングだったり走ったりするトレーニングの時にどうしても足の裏に結構血が溜まる感触が自分の中でも結構あったんですけど、まあ、そういったことがかなり軽減されて、そのトレーニングにおいてもその非常に集中してできますし、質の高い練習だったりトレーニングができているので、それが全体的にそのパフォーマンスアップにつながっているかなと思っています。いろんなシューズがあって本当に迷ってた中で、本当に全てのいいところっていうのをその組み合わさってたのがこの靴でもあって、実際に履いて練習をした時もそのすごくこれならなんだろう、どのサーフェイスでもいけるしっていうので、自分自身すごくこれならいけるっていうのがなかなか確信があったの でこの靴を選んだんですけど、しっかり本当に僕自身やっぱり横の動きだけじゃなくて、ジャンプとかそのスマッシュを追う時のやっぱジャンピングに対するその地面からのパワーっていうのはすごく必要にしているものだったりとかするので、そういう横の切り返しだけじゃなくて、その溜めてからのジャンプっていうのにも本当に対応できる靴だったので、本当にそこはすごく強みですね。そうですね、僕も何足かテストをしてたんですけど、まあ、それぞれのシューズの良さとか、まあ、この動きはしやすくて逆にこの動きはちょっとしにくいとか、なんかいろいろちょっと感じた部分もあったので、まあ、ギリギリまでいろいろとテストを重ねて、まあ、最終的にはこの今のコード FF2 に収まったんですけど、まあ、それは後から考えてみてもやっぱり自分のプレースタイルにも非常に合ってるかなと思ってて、まあ、また今後このプレースタイルどんどん変わっていくにつれて、またシューズの選択肢が変わってくると思うので、今の自分のプレースタイルに合ってるのはこのシューズだと思ってますね。まあ、その実際にこの履いてみてその第一印象っていうのは、まあ、さっきも言った通り、まあ、横の動きのそのブレだったりその切り返しの時のロスタイムが非常に少なくなっているように感じるので、まあ、これが支えてくれてるんだなというのはちょっと今初めて知ったんですけど、まあ、でもやっぱりなんていうんですか、その柔らかすぎてもやっぱりこうストップかかりすぎてこうグニャってなったりとか、硬すぎてもなかなか良くないと思うので、その絶妙な硬さとかのまあ非常に表現されていると思うので、これまあ僕個人的になんですけど、この働きによってというのは先ほど聞いたんですけど、その横の動きが非常にアシストされて、足が勝手にそういう風な切り返しやすい角度に入ってくれるというのはすごい感じているので、そこはこれまで、はい、いろんなシューズ履いてきましたけど、その中でも初めての感触だったので、だからなんかこれは自分の動きが変わったのか、このシューズを履いたから変わったのかというのを考えた時に、おそらくシューズを履いたからそういう風な動きになっていったなというのはすごい感じてます。やっぱり一番すごく実感したのはハードコートで
やった時にすごく、まあ、前衛のポジションでやっぱ横の切り返しがすごく本当に早ければ早いほどやっぱ相手に対してのプレッシャーも与えられますし、それがなおかつその斜めの動きっていうのも前は特に多いので、その部分で本当に急ストップ急ターンっていうので本当にこれに助けられながら僕自身プレーしているのはなかなか自分でやっててすごく実感している部分ではあるんですけど、やっぱり今までの手術だとどうしても切り返しするときにちょっと余分な動作が自分の中で歩数がちょっと多くなったりとかしている部分もすごく動画を見てても分かりますし、それが本当になくなってそれがパフォーマンスにもつながっていますし、やっぱ体力的な部分でもそれ無駄なパワーを使わず、これのおかげで本当に省エネしながらでもいいパフォーマンスを出せてるっていうのはすごく僕の中であります。ここあれなんですよ、まあ、テニスでもそうだと思いますけど、特にソフトテニスの選手ってここがめちゃくちゃ穴開くんで、僕もずっとそれは、まあ、長年ずっと悩まされてたというか、この先にこっちが減るんじゃなくてここが穴開いて靴変えるとか多かったんですけど、まあ、そういうのが、まあ、ここ今4月から履いて3ヶ月4ヶ月ですけど、そういったことがないので非常にいいと思いますね。 ここがしっかりしているモデルを選ぶと、どうしても靴が重たい靴になったりとかハードタイプの靴になってしまうと、今度重すぎてちょっと動きづらいとかで、逆にここあの靴全体軽くしたいと思うとここがどうしても耐久性ないとかってなるので、その両方兼ね備えているので非常にストレスなくプレーできています。今までのシューズ履いてきて、まずここにこのソールからこの横にあるっていうのを初めて見たモデルにもなって、そこに本当に驚きをすごく感じましたし、まあ、でもやっぱここにあることによってのパフォーマンスの向上は間違いなく僕自身感じている部分で、やっぱりここが穴が開いたりとかしますし、やっぱここはどうしても擦れて足が痛いっていうのも自分自身あったので、それがここまでしっかりあるっていうのは本当に動きの中で特に前衛の面では左右の動きでここまで足をすることが多かったので、それに対するここがあって、なおかつ本当にグリップ、ここへソールがあることによってグリップ性能ってもすごく上がると思うので、本当にその部分では動きが安定してやれてるのかなと感じてます。包み込まれている感じは非常に感じますし、まあ、その一体化されていることで、なんていうんですか、履いててもその靴と自分の足が一つになっている感触があるので、まあ、それもまたそのタイムロスというか切り返しの時のそういったタイムロスにつながっていると思うので非常にいいと思います。大体こういう筒一体化されているのって、まあ、狭すぎると今度は足の横が痛くなったりとかいろいろするんですけど、特に新品の履き立ての時とかはそういった感触は、まあ、割とかしどのシューズ履いてもあったんですけど、今のところのシューズではそれはないですね。履いた時の足に対するホールド感がすごくありましたし、やっぱり今までその足のこの部分がしっかりホールドされて履いてきたシューズがなかったので、それで本当にこの靴を履くようになってしっかりその足の甲の部分までホールドされていることによって、なんていうか、まあ頑丈ではあるんですけど動きやすさがアップして、なおかつ本当にしっかりこの結構足首のところ、僕傷靴紐を結びすぎて靴紐が当たって傷ができることは昔はあったんですけど、この靴に変えてその傷っていうのが全く一切できてないっていうのは本当に自分も感じてて、それは本当にすごく心強い部分でもありますし、本当にそれで足を守られてる感っていうのがすごくあるので、でもなおかつ重くないっていうのが
この靴の特徴なのかなと思うので、本当にそこには履いてみないとわからないところではあると思うんですけど、すごく優秀な靴です。本当に、まあ、高校生のもうトップを狙いたい人とか、まあ、特に大学生とかも、まあ、一般の方にもそうですけど、本当に競技として本当に、まあ、全国大会でトップを目指す、各大会でトップを目指したいって人に本当におすすめしたいあのシューズになります。やっぱりまず競技者として成績を残す上で一番大切な怪我をしないっていうことがすごく大切な部分だと僕自身思ってますし、そのなおかつ怪我をしにくくされてて、しっかりパフォーマンスを向上できるような動きのサポートがある靴がこれなので、やっぱりそこをしっかり理解して靴を選ぶことが大切なのかなと思います。まあ、やっぱりそのレベルに応じて道具を選ぶというのは非常に大事なことだと思いますし、まあ、そのレベルが上がると複雑な動きっていうのは非常に増えてくる、そういう展開だったりプレーが増えてくるので、それに見合ったギアを選ぶことでその自分がやりたいことを力強く後押ししてくれると思うので、そのトップの選手、またその全国大会とか そういったかなり技術のレベルも高くて動きのレベルも高い選手が履くことで、よりこのシューズの良さっていうのを引き出せると思うので、ぜひ参考にしていただきたいと思っています。